お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトエリババレイジデッキね、紹介していきたいと思います。こちらね、なんか見るだけでやばいね。形組んでレイジ打てばもうそれだけでねキングまで折れそうなデッキなんですけど、このデッキでグラチャル12勝ね、なんか何回かされてました。1回ではなく何回かね、されてたというわけで、今のまあ環境意外と柳雨が多い、柳雨だけのデッキであったりだとか、あとはゴブドリが流行ってるので、なんかこうほんと形組んでしまえばウィザードが止まらなかったり、それこそエリババとかプリンスとかのね受けがきつかったりみたいなデッキが結構多いので、まあ、そういったところでもね、ネタ抜きで普通に使えるのかなと思います。というわけでやっていきます。さあよろしく。これどうする？まあ2倍タイムからはめっちゃ強そう。1倍だとコストがちょっと足んねえのかな。今回の相手はディガーですね。ドリルだとなんか全部美味しくいただけそうみたいな思ったんですけど、まあディガーはディガーで。さあ、おーおーおー、ガゴムリファイスピワンパン、ウィザードエグ強いね。いやエグ強いよ、今エグ強いよ。さあ相手は多分ね無刀の迫撃じゃないかな。なんかこんなデッキを見たんですよ。残りムート迫撃ファイボウッドとか、いや、わかんないけど、多分そうですね。ってことは、今、ガゴムレもいないし、これ、エリババつけてレイジ打てば、相手陸しかいなくて、その陸をすべてハゲさせれる。行ってこい。いけるぞ、走れ、エリババ。よし、走れ。いや、でも相手のムートの位置がエロいね。まあ、一応これ、ザップとか。あ、これ、金軌道だ。うわ、うまいね。ムートの位置がエロいし、うまいね。まあ、でも今ので、1000近くダメージ入ってる。で、これはね、なんと、エレキー。いいね。対空エレキとウィザードだけですけど、まあ今の環境的にもね、意外と、相手が、まあファイブウッドとかじゃない限りは、まあ、今回ね、多分そうなんですけど、基本的にウィザード無双できそう。ガゴムレワンパン強いね、あれ。さあ、これだって相手攻めにくいよ。相手攻めてきたらね、カウンターでメガナイトエリババプリンスレイジが来ちゃうんよ。攻めれねえよなって、攻めてくるんかい。さあ、ここちょっと、ウィザードぐらいで受けようかな。ウィザードも大事かな、もしかしたら。なんかそんな気がしたな。相手が今回ガゴムレ持ってて、結構重要カードな気もする。ここで高めにガゴムレとか来られると、コストがやや足りん。スケがこの辺どっか来るぞ。いやー、来なかったのか。危ね、読みザップせんでよかった。ちょっと暇なので、端参りババ。これ美味しいっすよね。僕、ザップエレキなんで。とりあえずエリーババ走らしてね、相手にコスト使わせて、これ形組みてやな。相手ファイブとかないのかな。いや、あると思うんだよな。いや、うまい、それは。さあ、ですが、プリンスと、あとはウィザードな。ガゴムレが来るといいんだけど。ああ、ウィザード呼びディガー来た。今の相手の位置。さあ、これ残ってるんで、行っちゃっていいんじゃない。ああ、ファイブですね。ウッドが来るけど、レイジからの U の追加とかで、意外と、いや、間に合わない。さあ、レイジが、レイジが強い。なんかね、意外とこの、止まんないんですよね、レイジ。今、マルチでも、その、環境、スパーキーとか全くいなかったんだけど、なんだろう、その、柳雨だけデッキだったり、それこそ、ドリルが流行ってて、なんか、光栄がなかなか止まらないデッキも増えてきたので、そう、スパーキーレイジとかもね、今ちょっと増えてきてる環境なので、レイジ環境がやや来てるかもしれない。さあ、よろしく。いや、これもうゴリゴリに形組みたいね。なんか一撃でタワー、もうキングまで折れるとバカ気持ちいいよね。なんで環境の矢の雨デッキ系とかね、欲しいよね。さあ、ホグですね。これロケ法あったら厄介だけど、もうそんなのも気にしないんでしょうね。もう全て無視っていう。さあ、どっかでザップしてえな。よいしょ。これ、キング起動されるかもね。テスラからの、ISP からのみたいな。でも、オーケー。危ねえ、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 危ねえ。これね、しょっぱなのメガナイトはね、高回転、ホグとか特にキング起動されるから、あんま出したくないよね。で、さっき出しちゃったんですけど。さあ、ロケット押しと、細かいので回収ですね。まあ、本当に最後の最後はもうそんな無視でね。おーおー、エリババが。これめっちゃ入るよね、エリババって。まあでも、600?700 近く
入ってる。でかいな。どうしようかな。なかなか暇ではある。で、逆サイホグとかかな。テスラスケで、このプリンス止まっちゃうからな。メガナイト、あんま出したくないね。2倍タイム入れば、その、緊急動しようとしてきたときに、なんか、ね、後ろからユニット追加、リババ追加、ユーノ追加とかで、こう、逆にキング起動にコスト使ったなら攻撃が止まらないよねっていうので、まあ、事故を起こすこともできるのはできるんですが、1倍タイムは、それができないので、ちょっと怖いよね。さあ、ユーノだけでいいかな。いやー、キング起動しねえか。まあ、こっからかな。こっから俺、ケツメガナイトで、ワンチャン形、組み組みでもいい気がするな。相手ホグで攻めてきたし、ちょっとエリクスアドバンテージを取ってる気がする。これでメガナイト出してから相手がいつユニット出すかわかりますね。まあ、2ヤードぐらい取ってるのか。最低2ヤード。さあ、で、相手のロケット押しはもう無理なので、もう見ないっす。もう、見えてないことにします。で、すべてにレイジがかかるように。これだって止まんないよ、普通は。普通はね、もう火力がお化けすぎて、もうバルキリーがね、リンチ、いじめられてんの。やばくない形組むだけ。で、いい感じのね、両サイドに当たるあのレイジよ。普通逆このね、固めるけど、両サイレイジで贅沢に。さあ、これもう一回同じ。もう一回同じじゃない？で、なんかこの辺に、ウィザード出せば、お、ウィザードが。ウィザード暴れるで。ウィザードが暴れる。オッケーオッケーオッケー。いや、これ、えぐいな。これ多分、トロフィー4000とか5000とかね。もう6000とか多分、こういうデッキが多いんでしょうね。大変そうですね、皆さん。ちょっと。バルキリーとかでもきついですけどね。レイジあると、話違いますよね。よろしく。まあ、もしかしたら、このザップの枠が、ヤナアメでもいいかもしれないね。というのも、相手のボンバーとかロケット砲士とか結構遠距離めのユニットが厄介だからね、まあ、ワンチャンでも、まあ、スケルトン部隊とかにザップ打ちたいよねっていうのはあるね。もうそれ用だよね。それ用のザップ、やっぱプリンスとかエリボーボとかにスケとかね、スケルトン部隊来るからそこに早めのザップ打ちてえからだと思うんですけど、嫌な雨でも良さそうだよね、まあ、どっちでもいいのか多分あんま変わんねえっすね。さあ、トリトン、ハンター、ハンターはマジで久しぶりに見たぞ。でもハンターとスケ使ったから陸撃きそうっていうので、エリババブッパ。よ、ファイボー、トリトン。いや、エリババ強い。いや、めっちゃ入る。いや、めっちゃ入るね。やば。もうこれで半回っすよ。エリババレイジしただけなのにっていう。まあ、ちょうど今スケを抑えてたんで、陸撃ないでしょっていう。で、ハンター、タルスケ、ヒースピ、サンシーっぽいっすよね。エリポン置かれたらやだな。これエリポン置かれたら泣きたいけど。でもトリトン、まあ、トリトン型のサンシー。でもハンター、それ時代が止まってんだよな、マジで。いや、違う。全然違う。スケドラでしょ？なんだろうね。まあ、バルーンとかもあるのか。ロイとか。めっちゃ昔のロイ説あるよ、これ。いや、マジでめっちゃ昔の、これ。え？半年ぐらい前に、マルチ上位で流行ったロイじゃないあれ違うのかな。これ真ん中スケ、この辺多分ね、スケが。いや、来ない。ハンター。いや、これ、エリババマジでロイ優秀っすからね。エリババなんか、最近、やっぱドリル環境、高回転ドリル環境で、まあ、全然使われてないんですけど、強いっすよね。だってホグ完封できるし、ロイジャイもほぼ完封ぐらいでね、めっちゃ抑えれてカウンターエグいし、火力あるし。始め出すだけバケモンだしっていう。まあ、強いけど、ただただ環境で使われてないだけですから、もう普通に強いよね。よいしょ。行ってこい。本当に。ウィザード残ってくれたら美味しいな。あん。これザップがね、今のスケとかにサンタ当たるとかっこいいよねっていう。いや、でもこれで止まんないからな。えぐくね。まだレイジまだ使ってないよ。レイジでブッパするデッキなら、レイジ使わなくてもね、ブッパできちゃう。さあ。ちょっともうとどめを刺しに行きましょう。これはもう相手も諦めないんですね。やるね。さあ、ウィザードがね、悪さしますぜ。いや、ウィザードザップもいいね。いやー、強い。いや、強いね。これ、前デッキにするわ、俺の。なんか困った時に使おう、これ。よろしく。なんかこういう、まあ、ユーノとかが好きなんだよね、僕。陸で攻めるの大好きだから。こういうの大好きっすよね。フリーズとか入れたくなっちゃうっすもんね。さあ、吹き矢。
コカちゃん、コカちゃんだけはちょっとやだね。相手のフキヤとかプリンとかが一生残る、まあ、それこそ柳雨だったらいいんですけど、まあ、でもそういうのも多分全部無視で0時形作って、0時そこですね、中途半端な形になるのが良くなくて、しっかり形組んで、その形組んでる時に相手が攻めてきたら、もうそれを無視して攻めてね、ザップ打つなりとか、もうほんと攻めだけを考えてやれば多分ぶっぱできると思うんですよね。止まんないと思う。さあ、まあここはプリンスでね、プリンスだけでテスラがあるんで、今組んでもテスラでね抑えられちゃうっすね。でスケだったな今回の相手、それがちょっとやだね。あ、でも今スケ咲いた、まあ、スケ咲いた到底みたいな。さあファイボー、さあこの辺も全強です。全強で、あのエリアドを取ります。エリクサーアドバンテージさえ取ってしまえば、もうこっからぶっぱですね。で何ヤードあるか分かりますね。今1ヤード、これで2ヤード3アド取ってますね。はい。いや、でかいよね。で、こっからは、逆サイドも攻めたいね。いや、これ同サイドいっか。いけそうな気はする。いけそうな気はするけど、いや、テスラが強すぎるか。で、スケがやべえ。うわぁ。スケがやべえな。普通、枯渇、ギャングとか。なのに、スケになってるから、陸気が硬くなってんだよな。これ一枚咲いた。あ、でもスケ咲いてるから、バルキリーが回んのかな。さあ、ドリルですね。ドリル枯渇か。え、ゴブリンバルルいなかったっけ、いなかったか。あれ枯渇じゃなくて、粉痛のゴブドリデッキか、さては。ってなったら、相手のプリンとか嫌だけど、ゴブドリ抑えれたら全然いけるくね。メガナイトで踏んじまえばいいんだもんな。いや、あるよ。マジである。相手のプリン吹きは嫌だけど、相手も嫌でしょ、これ。みんな嫌でしょ、こんなデッキ、相手するの。さあ、あのプリンはね、ユーノとか、なんか、ちょっと処理したいね。狙っていきたい。で、さ、ウィザードで焼いてあげて、あ、ウィザード焼いてあげて、マジで。何やってんの。まあ、エリババ頑張るか。テスラだよな、問題は。いや、いいファイボーが来ちゃった。テスラ咲いたウッド、いや硬いよね。いやでも待って、俺左側なんかダメージ入ってんだけど、なんで俺知らん間にダメージ入ってる。でかすぎん、何があった。よし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 、さあファイボ飛んでこい。たまたま、いやまあ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 、いやあるぞ、なんか知らんけど右側のダメージが入ってる。これちょっと抑えてえな。でレイジでバルキリーかなんか来るでしょ絶対。ユーの追加でそこ破壊したい。いや、エレキが頑張ってんな。いや、ジャンプ？いや、メガナイト飛んだ！ナイスすぎる！いや、エリーババが。いやー、これ両方止まんないね。オッケー、ナイス！いや、やば。テスラ、スケ、バルキリー、プリン吹きは突破しちゃいますからね。えぐい。さあ、よろしく。初手、このレイジね。なんか意外と使うことなかったら、初手カード回しでレイジとか使うのもありですね。なんかよくスパーキー使いとか、なんか暇だったらレイジでね、これザップ打ったらタルババ絶対入らないんだけど、あ、レイジだって一発入んのか。ちょっとレイジタイミング遅かったかもね。レイジをガチ解説していくっていう。さあ、エレキ、タルババ、まあ、ロイかベビーっすもんね。なんだろうね、エレキベビーっても大抵はロイですよね。さあ、スケラ来た。まさかの俺、スケラ受けが今ちょうどないっていう。で、しかもこれ全部ね、あの、ベビドラの範囲で入っちゃうっていう。で、これはね、まあ、事故みたいなもんですよね。たまたまなかったので、まあ、これはしょうがない。うわ、ボーラーできた。これ、スケラフリーズかな？もしかしたら。もしかしたら、スケフリですね。よいしょ。で、バルキリーと、そしたら残りインドラがいる感じになると思うので、わー、全然違うな。アイゴレもいるんだ。アイゴレはあんま見ないですよね。さあ、相手のデッキはちょっとわかんないですが、これぶっぱしてみます。一旦ぶっぱしてから、ぶっぱしてから考えよう。いや、エレキと、いや、タルが強いぞ。タルが強いが、俺のエリババはもっと強い。いや、ナイス。いや、えぐいえぐいえぐい。いや、おるんかい。いや、えぐくない。俺今多分結構ね、あっさり守られたのかなとかも思ったんですけど、で、ここはウィザードと、なんか、いい感じにザップぐらいでいいんじゃないですか。
ウィズがさ頑張ってくれたナイスと、なんかこういうベビドラ受けとかに軽いなんか2コス3コスがないっていうのがねちょっと辛いですけど、まあ、それ以上に形組めば勝てますので、ボーラーいるとちょっと話が変わるね。エリババがあんま活躍しないから、まあ、プリンスの攻めとかいいかもね。さあボーラー逆サイド来た、逆サイ来たならメガナイトエリババ組むだけな気もする。まああのボーラーをボコボコにするようにプリンス出してあげて、これ相手のデッキ懐かしいな、めちゃくちゃ昔のスケラデッキというか、なんか昔っていうほどでもないかもしれないんですけど、結構古いなんかマルチ上位で使われてたねスケラですね。このねウィザードを徹底的に処理されてしまうと、相手のこのドラゴンベビドラがずっと生きるんでね、ちょっと厄介ですね。さあ攻めます。ウィザード使うタイミング意外とむずいね、まあ、ユニットいっぱいいれば打てばいいと思うんだけど、さああのベビスケラ全無視しましょうか。これは守れないんでね、これはもう行ってもうブッパでレイジでね、あと祈りましょうか。でこれスケラをね多分無視するとちょっと怖いので、まあ、ユニットで攻めてザップだけで守るとかでもよかったんですけど、まあ、レイジが強すぎて、いや、えぐいね。で、ザップもとりあえず添えてあげて、左右のナイス。いや、ゴリゴリ。マジでレイジ強えな。やばいっすよ、これ。楽しいよね。はい、というわけで、今日はね、このメガナイトエリババ、もうすごいデッキなんですけど、まあ、ユニレベはあるよっていう方とかね、ちょっと使ってみたいなと、思った方はね、ほんとぜひ使ってみてください。マジでね、最高っす。というわけで、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。